はい、ご実家の、このミキのピアノを、ご自宅の方に運びたいということで、ちょっとピアノを見せて、いただくことになりました。はい、ちょっとね、あの修理箇所とかね、あの傷んでる場所とかはね、あのいい具合でなかったんですけども、こういうふうに鍵盤の動きが悪かったりとかですね、これ鍵盤を押さえますと、これ手前の部品だけ動いてますね、これロスになってますね、こういう部分とか、ハンマーの間隔もバラバラなのできっちり当たってないですね。この辺もちょっときっちり調整したいっていうのもありますね。で、鍵盤の下のホコリ、とかね、いろいろ調整したい箇所がたくさんあるということで、一旦うちの100までピアノライフの工房の方にね、入れて、整備することになりました。なんとですね、この、記録を見ますと、実は22年前に私が調律をお伺いしていたピアノで、それ以降ずっと、ブランクがあったというふうな状態で、今回ちょっと縁がありまして、また私がねこのピアノを開けさせていただくというふうな形になりまして、すごくご縁を感じているピアノではありますね。きっちり整備の方を進めていきたいと思いますね。小口の方ですね、この辺もだいぶ黄ばんでおりますので、この辺も交換していきたいなと思いますね。じゃあ外装の方をつけてみますね。はい、外装の方をね、撮影しておきたいなと思いますけども、長板の方もね、こんな色が変わってね、この辺も綺麗になるかなと思いますね。外装の方はさすがにね、古いのでかなり曇っておりますけども、まあどこまで綺麗になるかっていうとこですけど、きっちり磨いていきたいなと思いますね。チューニングピンもね、だいぶ錆が来てますので、この辺も綺麗にしたいと思いますね。この辺の長板もかなり錆が来てますね。はい、こんな感じです。ペダルの方もかなり錆びてますのでね、綺麗にしていきたいなと思っておりますね。あと幹の文字ですね。はい、長板も錆が来てますね。はい、この辺も、きっちり磨いていきたいなと思っております。